いよいよっすね。ここまで来たらやるしかないので、本番今までやってきたこと全部ぶつけたいと思います。楽しみます。あとはそれだけですね。あとは来てくれたお客さんに、みんなに幸せになって帰ってもらいたいと思います。おはようございます。今日どうですか？楽しみしかないんで、あんまり不安っていうよりも、あとはやるだけなんで。昨日夜にここで走って、みんなが笑顔で終われるように、笑顔で過ごせるように、ファンのみんなと5人でバックダンサー入れて、みんなで、まあそれだけですかね。あとはやるだけなんで頑張ります。おはようございます。びっくりした。今日東京ドームシティホールでのやっぱり成功を残して、次にステップアップしていかなきゃいけないと思うので、とりあえず頑張るのはもちろんですけども、皆さんにやっぱりラッシュは大きいステージが似合うねと、そう言っていただけるように、そして僕たちのパフォーマンスで胸に何かしらをなんか響かせて帰っていただきたいなと思います。緊張割としてません。やりきるまでです。よろしくお願いします。今日の意気込みは TDC を一体とします。はい。ついにこの日が来たということで、もうここまで来たらジタバタせずに、とにかく楽しんでステージに立って一日やりきりたいと思います。ジョージ、餌だよ。アステリズムの菅野俊です。今日は宇藤拓磨さんのバックダンサーをやらせていただくということで参加させていただきます。キョヤ君がいるんですけど、キョヤ君おいで。ダメだ、俺はすっぴんなんだ。すっぴんなし。キョヤ君もちょっとすっぴんなんで、今日は大志さんのバックダンサー TDC ロホール喜怒哀楽最終ツアーのバックダンサーとして、やらさせていただきます。はい。リハも何回も参加させていただいたんですけど、もうなんかすごいかっこよくていいステージが見れると思ってます。日頃お世話になってる先輩たちラッシュさんなので、精一杯盛り上げていけるように頑張らせていただきます。よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ってください。僕も頑張ります。頑張ります。お疲れ様。ありがとうございます。昨日もあのこちらライブしてですけど、広すぎて緊張します。今日はなんか何でこれ、和也さんの生誕曲のバックで踊らさせていただきます。よろしくお願いします。はい。今日は和也さんのサンライトツアー喜怒哀楽の集大成 TDC ホールでライブですね。はい。そうですね、僕たちはあの BBID バックダンサーとして透明半、はい、全てあの参加させてもらって、最終の今日 TDC ホール、もう僕ら緊張してますよね。やっぱり緊張してるんですね。全力で盛り上げられるように頑張りたいと思います。はい、楽しんでください。ありがとうございます。
ダダダダダなしで、なしでダダダダダダン。はい、お願いします。とりあえずリハーサルでスティックが行ってしまったんで、パーン行きました。まだ割と新しめだったんですけど、お借りしました。本番はダンスと同じぐらい気合い入れていきたいと思います。いやー、ステージ登る前は緊張しねえし俺と思ってたんですけど、上がったらもうバリバリに緊張しましたね。いや、今日成功させなきゃっていう気持ちがより一層深まりました。皆さん楽しみにしてください。いやー、もう会場、やっぱステージから見るとめっちゃでかくて、もうなんか、でも今日が本番なんで、もうあとは楽しんでやったもん勝ちかなって思うんで、普段こんなステージに立てないと思うんで、感謝の気持ちを持って本番やりたいと思います。やっぱりリハーサル終わってみて一番感じたのはマイクが遠いですね。普段ちっちゃいところでライブしてて、やっぱり慣れないですね、まだ。だから今日はもっとライブをして、もっと大きいステージになれようと思います。頑張ります。いや、もう楽しみしかないっすよ、俺は。あんま緊張とかしないんで。今から僕はシュークリームを食べます。今日の気持ちは楽しみにしてました。カズヤくん大好きです。せーの、楽しみにしてます。頑張ってね、新年から会えてよかったです。なんか新年から会えるってすごい楽しみにしてて。楽しみにしてます。よっち頑張れ。今日はめちゃくちゃ応援しに来たので、たくまくんに会うのがめちゃめちゃ楽しみです。頑張ってください。楽しみにしてました。たくまくん頑張ってね。せーの、頑張ってください。せーの、ラッシュ頑張れ。気持ちですか？やっとこの日が来たんだなって思います。楽しい一日になればいいなと思います。いや、今日本当にダッシュさん東京ドームシティワンマンライブということで、もう勉強にもさせていただきたいんですけど、個人的にもすごく楽しみたいと思いまして、とても準備してまいりました。本当に自分たちも TDC やってみたいんですけど、本当にラッシュさんすごいなと思います。本当に楽しみです。たくさん今日は勉強して帰りたいと思います。楽しみます。自分の全力みんなに今日、まあちょっと兄貴とかも見に来てるんで、まあぶっ放してみんなのね、心に響くようなライブにしていきたいと思います。音響さんや、照明さんやら、スタッフさんやら、今回携わってくださった方々皆様に感謝して、今日一日を楽しんで終わらせたいと思います。よろしくお願いします。しゃ、まず騒がしい感じではあるんですけども、なんかこの
なんだろう、イメージのまんま本番舞台立って、うん、あとはとりあえず自分たちが楽しむこと、緊張すると思うけどとりあえず楽しむこと、そして、うん、何か皆さんに僕たちのパフォーマンスを通して伝えられたらいいなと思うので、まとめると楽しみます。よっしゃ、来ましたよ TDC 本番。あとそうですね、本番10分前なんでめちゃくちゃ緊張してるんですけど、皆さんこれからもよろしくお願いします。応援よろしくね、みんな。あ、バイバイ。もうすぐ本番なんですけど、すごい緊張するんですけど、もう登場一発目からバンでもういきたいと思います。お願いします。ステージではかっこいい姿を見せたいと思います。あとはもう楽しむだけだなので、会場に来てくれたみんなに向かって楽しさと幸せを分け与えたいと思います。はい、それでは行ってきます。じゃあ皆さん、いよいよやってきました東京ドーム勝利。楽しむ準備できてますか？
いてもらえて笑って何年後も何十年後もチャレンジャーだ。ラッシュ303の、はい、TDC 公演が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやでも本当に貴重な素敵なもう素晴らしい、もうリハから終演後までもう全てが素晴らしい体験でした、経験でしたね。いやー、2回目の和也さんの生誕ソロ曲やらせていただいて、こんな大きなステージでね、正直2回泣きましたすごい楽しかったです。ファンの方々の皆さんの愛情も感じて素晴らしいライブでした。本当にありがとうございました。和也さんのソロに出させてもらったんですけども、本当に緊張しっぱなしだったんですけど、楽しいライブができました。本当に来てくれた方もありがとうございました。これからもラシさんを見て学んで頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。本当に本当にすごい景色を見ることができて、本当にとても僕はすごいもうオープニングからすごい感動しました。本当に本当にこれからも僕たちも頑張っていくのでよろしくお願いします。最高ですね。そうですね、あんな広いステージ会場の雰囲気も最高に盛り上がってちょっと深さ深井それも最高に素晴らしいステージを見て感動してエンジンの時点で泣いちゃいました深井感動しました。バックダンサーで参加できてとてもお幸せです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に4時間ライブあったんですけど、本当あっという間に時が流れてったなって感じで、本当に楽しかったし、こうみんなの楽しんでる顔が見れて、まあ、今までこの日のために準備してきたことがこう出せて、ちょっと悔しかったところも あるけど出せたのでよかったです。はい、もうとりあえず今抜け殻状態なんで、もう一回ちょっと気合を入れ直してまたステージに上がりたいと思います。はい、ありがとうございました。とりあえず、2018年はこの日のために頑張ってきたと言っても過言ではない、そんなライブを今終えてとりあえずホッとしております。でも、すぐ切り替えてまた2019年ラッシュ5人で新たにスタートして上目指して頑張っていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。以上、リーダーゆきかぜでした。やっぱりね、12月12日のオーイーストのワンマンライブが僕多分最高値だと思ってたんですけど、やっぱり無限大の可能性ってあるんだなと思って TDC を迎えて思いました。だから皆さん、これからも僕たちについてきてください。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。いやもうすごい長いライブだったんですが、終わってしまうと本当にあっという間で、お疲れ様でした。すごくこうみんなの顔もよく見れて、なんか素敵な一日になりました。もう本当にこの一日、この日にかけてずっと練習して、5月からずっとこの日を意識して過ごしてきたので、なんか今日がこうずっとこう積んできたものが今日でまあもうおしまいじゃないですけどね、まあ、今日は終わるんで、まあ、寂しい気もしますが、もう本当にでもみんなやりきれたと思うので最高でした。ありがとうございました。最後の時間、はい、10秒チャージ恒例の俺の10秒チャージいきたいと思います。 YouTube で俺のだようわぁ、なんだ、泣いてる、うわぁ。じゃあ、よち、椅子用意してもらって俺踏んでくる。あかん、1秒チャージ本当にね、今日来てくださったたくさんの方、力を貸してくださったバックダンサーの方々、スタッフの方々、そして走り切った僕たち、ね、メンバー5人全員にお疲れ様ということで、最高の一日でした。また今年2019年もっともっと上へ上へ行けるように頑張っていきます。ありがとうございました。初めてなんですけど、初めて来たんですけど、初めてだったんですけど、すごい楽しかったです。とっても楽しくて、本当にすごく盛り上がって、時間的には長かったんですけど、すごく楽しかったです。とても体感時間が早かったです。また行きたいです。初めてだけど来てよかった、うん、ダンスがめっちゃキレキレでかっこよかったです。楽しい時間を過ごせたので本当に良かったです。楽しかったです。
翔平くんのソロ曲の時にも涙が泣けるぐらい楽しかった。泣きました。もう泣いちゃいました。途中ですごい楽しかったです。めっちゃかっこよかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。すごい楽しかったです。すごい楽しかったです。ラッシュ最高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 。